感染症講習会の後半です。ここでは標準予防策についてお話ししていきます。まず、感染症について簡単に説明します。感染症とは、病原体が体に侵入して症状が出る病気です。3つの要素が揃うことで成立します。1つ目は、 病原体つつ目目はは感染経路三つ目は宿主ですこの中で施設の職員さんたちに最も注力してもらいたいことは何が病原体であるかを認識することそして感染経路を遮断することです。 感染経路の遮断のためには、何が感染性を持つのか、感染源を知る必要があります。一つ目は、凹凸物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜、血液などです。一言で言えば、人から出るものです。二つ目は、使用した 器具や機材です。これらは、目に見える汚れがなくても感染性を持つものです。三つ目は、これらに触れた手です。自分の手が感染源となるということは、意識していないとついつい忘れがちなことかと思います。 では、感染源や感染経路の考え方を理解していただいた上で、標準予防策について本題に入っていきます。標準予防策とは、すべての感染源となりうるものを、感染の危険性があるものとして取り扱うことです。非常に抽象的で、イメージが湧かないと思いますので、 次のスライドから具体例を用いて説明していきますまずは標準予防策を全く行わずに介護士さんが介護業務をした場合どのようなことが起こるか考えてみましょう利用者 A さんが鼻水を拭いたティッシュを 介護士 B さんは素手で近くのゴミ箱に捨てました。その後、別の利用者 C さんの食事会場を行ったとします。この間、手指衛生は行っていないものとします。この場合、感染源に暴露するのは誰でしょうか正解は、介護士 B さんと 利用者 C さ,んの両方ですさらに、詳しく介護士 B さんと利用者 C さんのそれぞれの暴露の経路の違いについて見ていきます。介護士 B さんは感染源を素手で触れていますので、直接的な接触で暴露しています。 利用者 C さんは感染源との直接的な接触はありませんが介護士 B さんの汚染された手で食事介助を受けることで間接的な接触で暴露しています先ほどの例を標準予防策を用いて対応するとこのようになります 鼻水を拭いたティッシュ、つまり感染源があったので、手袋を着用して、蓋付きの感染性廃棄物ボックスに捨てて、手袋を外して手洗いを行った後に、利用者 C さんの食事会場を行ったとなります。ここで、 標準予防策として行った行動では、青で示した手袋を着用することと、手袋を外して手洗いを行うことが出てきます。では、適切なタイミングで手袋交換を行わない場合はどうなるでしょうか。手袋の着用を行うことで、 介護士 B さんの手の皮膚の暴露は防ぐことができます。しかし、手袋の着用は行っても、その後、その手袋を外さずに、そのまま食事介助をした場合は、利用者 C さんが感染源に間接的に暴露されることは変わりありません。すなわち、手袋を着用することは、 職員自身を守ることはできていますが、利用者を守ることはできていません。ここまでをまとめると、直接的暴露を防ぐことは、職員自身を守る行動であること、間接的暴露を防ぐことは、利用者を守る行動であることが分かりました。では、 皆さんが感染症に直面したときに行っている対策について、その目的や注意点を考えながら、おさらいをしたいと思います。標準予防策の2本の柱として、適切な PPE の使用と、手指衛生が挙げられます。 まずは PPE の使用の目的とポイントです。詳しくは動画を一時停止するなどして、表の内容の確認をお願いします。PPE とは個人防護具のことであり、具体的には手袋、マスク、フェイスシールド、ガウンを意味します。どの PPE も着用する人の体を感染源による 汚染から守りますしかし、PPE 自体は汚染されるので、手袋をはめたまま自分の口や鼻を触れたり、他の施設利用者に触れたりすれば全く意味がありません。また、PPE でウイルスの100%を完全に除去できるわけではないことも理解をお願いします。 さらに PPE は着脱のタイミングとその目的の理解も必要です。着るタイミングは入室前の清潔な場所にいるときで、その目的は職員自身の暴露を防ぐためです。脱ぐのは患者の部屋を出る前で、汚染された PPE による間接的暴露を防ぐことで利用者を守る とと、いう目的と職員自身が汚染された手袋などで手や口をそのまま触れてしまうことを防いで職員自身を守るという目的を兼ねていますまた PPE は脱ぐときに感染源に触れる可能性が高く注意が必要です適切な順番でで、脱ぐことで 着用している人自身が PPE を脱ぐ際に汚染されることを防ぐことができます。さらに、対応後の PPE は汚染されているので、一つの PPE を脱ぐために、毎回手指消毒をすることが重要です。施設調査の際によく見られた事例です。イラストは 感染症の患者が発生した際に、職員が PPE を着用したまま、レッドゾーンとグリーンゾーンを行き来しています。すると、グリーンゾーンの利用者も感染症に暴露されてしまいます。PPE は目的に応じて選択し、適切なタイミングで着脱を行わなければ、職員は、 感染電波の原因となってしまいます。次に、手指衛生について説明します。感染経路の遮断、病原体を体内に入れないためには、適切なタイミングで手指衛生を行うことも重要です。WHO が推奨するタイミングは、この5つです。ここでは、 病院での対応を想定して、患者という言葉を用いていますが、高齢者施設では、利用者と置き換えてもらっても問題ありません。介護の現場で特に重要なのは、1の患者接触前、4の患者接触後です。また、1番の患者接触前と4番の患者接触後では、 その目的が異なっていることも注意が必要です。1番の手指衛生は、これから対応する患者へ、それまで対応した患者の感染源を移さないようにすることが目的です。4番の手指衛生は、対応後の手で自分の口などを触れることで、職員が感染しないようにするという目的と、 その後に対応する患者への職員を媒介した感染を防ぐ目的を兼ねています。本日のまとめです。感染症対策は感染源を認識することから始まります。感染源の暴露には直接的なものと間接的なものがあります。 施設利用者を守るためには、間接的な暴露まで防ぐことが必要です。PPE の着脱、手指衛生は適切なタイミングで行うことが重要です。最後に、これまで話をしてきましたが、施設ごとに運営の状況や感染の状況は異なっています。ですので、 それぞれの施設で対応が異なってくるのは当然です。感染対策で少しでもお困りの際はお気軽にお電話ください。ご清聴ありがとうございました。